こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら、ドラクオンドラグーン風新作オープンワールド RPG を紹介ということでね、今日紹介するゲームはほとんどの人が聞いたことも見たこともないっていうゲームだとは思うんですけれども、開発中でその開発 し始めたっていうのがね発表されたのは今年の初めなので、まだまだほっと出来たてほやほやみたいな感じのゲームなんだけれども、ちょっとねクオリティがすごくて、あとコンセプトとかもいいんでね、これは今海外でねかなり注目を集めつつある、まあインディーズゲームですよね。インディーズゲームだとなっているのでね、それを今日は紹介したいなと思います。でゲームのタイトルはノーベンバーイブっていうタイトルで、まあ聞いたことないと思うんだけれども、で三人称視点 TPS のオープンワールドアクション RPG と、この時点でもうすでに評価は高いんだけれどもこれで何がすごいって、やっぱドラゴンに乗って冒険をするっていうところなんだよね。これがねすごくいいなと思って、で海外の人たちもおーみたいな感じで、でしかもインディーゲーム個人で作ってるの、すごい、もっとすごいのはこれ一人で作ってるんですよ。一人で作ってるゲームで、でも見てるの分かる通りちょっとそんなクオリティに見えないみたいなさそんな感じなんだよね。でドラゴンのクオリティがすごいいいなと思って、これやばいだろみたいな、このドラゴンは乗ってみたいみたいな感じなんだよね。で空中戦ももちろんあるらしいんですね。ドラゴン対その空のモンスターとかあるらしいんだけれども、その辺の画像はまだ出てきてないんですけれどもね、まあ、これから用意していくってところだと思うんだけれども、でまあ聞く限りドラグオンドラグーン、私初期のドラグオンドラグーンしかやったことないんだけども、あの伝説のうつげうつげって呼ばれてるやつだよね。あれでもすっごい面白くって、私めちゃくちゃハマってて、全通りのエンディングとかねルートとかやってみたりしてたぐらいやってて、であれみたいな感じかなって思うんだけど、まあもちろんねちょっと違う感じなんだけれども、まあなんとなく世界観はダークソウルみたいな世界観なのかなみたいな感じなんだけれども、ちょっとわかんないですけれどもね、その辺は。でダークソウルの主人公がドラゴンに乗って世界を旅するみたいな、なんかそんな感じなのかなみたいな印象はあるんだけれども、まあその辺の細かいところはねまだできてないって感じなんだけれども、でも見ての通りクオリティがやばいだろみたいな感じで、ビジュアルとかあのなんだろう、アクションとかも、たださ、インディーゲームのこういうアクションってただ剣プンプンって振るかガードするかとか、なんかそんな感じしかないかなって一瞬思ってたんだけど、このゲームはね違いますね。結構しっかりアクションをちょっとずつちょっとずつ作ってってるのかなって印象なんだけれども、で開発はさっきも言ったように個人のインディーズゲームなんですね。一人の人が作ってる、カナダの人らしいんですけれども、でその人がずっと作ってるんだけども、 3ヶ月しかまだ経ってないんですよね。まあ始める前、もっと前から始めてるとは思うんですけれども、ちゃんと公開し始めたのが今年からということなんだけれども、その状態でこのクオリティをもうすでに作り出してるというのがすごいなと思って、むしろ今の時代ってもうこんぐらいのクオリティのゲームを個人が作れるんだみたいな、そんな驚きがあったんですけれども、で2021年の1月、今年の1月からねディスコードがスタートして、まだそんなにたくさんの人はいないんだけれども、まあ徐々にガーって増えてってる感じはあるんでね、もしディスコードとかこういう開発とかね参加最初からしてみたいっていう人は、今ならまだ人数少ないんで、あの開発者の人もねちゃんと返信してくれたりするから、こういうのに今から入ったらいいとは思うんですけれども、でツイッター、公式ツイッターは2月からスタートしてるんですね。だから本当出来たてほやほやみたいなゲームなんだけれども、みんな注目してるという感じです。で見ての通りね、その理由はもう明らかだよねみたいな感じなんだけど、これ面白そうだなって感じですよね。でゲームエンジンはアンリアルエンジンの4で作ってるということなんで、まあ何の問題もないよねって話なんだけれども、でまだ開発の初期段階でね情報は少ないんですけれども、見ての通りドラゴンとか世界描写っていうの、あのグラフィックとかが素晴らしいということで、徐々にね海外で話題になっていってるというゲームとなっております。なのでね、当チャンネルでもこれから先ちょっとずつね開発情報とか追っかけていきたいなと思うんですけれども、あとはもしねキックスターターとかパトレオンとかでねサポート出資できるんだったらね、ぜひチャンネルから出資したいなと思ったんだけど、まだやってないみたいなんでね、もし始まったら、まあ皆さんもね興味があったらね、ぜひそういうの出資したらいいとは思うんですけれども、出資すれば大抵の場合ゲームが発売になった時コピーがもらえるとか、アーリーアクセスできるようになるとか、なんかそういうのがついてくるとは思うんですけどもね、ちょっと英語になっちゃうからあれかもしれないけど、まあでも日本語訳はね私が全部ちゃんとしますんで、日本語に関してはねうちのチャンネル追っかけてくれてれば大丈夫だとは思うんですけれども、で次に一応公開されているゲームシステムについて軽く紹介したいと思うんですけれども、まずオープンワールドの RPG だということで、自由に世界を探検できますよということみたいです。まあその通りですね、ゴーストオブツシマとかアサシンクリードみたいな感じになるよということみたいです。
で武器とかアイテムにはレアリティ、特に武器にはレアリティみたいのがあるらしくって、そのレアリティが高い武器を探してったり、あとは素材とか集めてクラフトしてレアリティを上げたりとか、そういうことができるという感じみたいです。まあ通常の RPG みたいなシステムでいいのかなと思うんだけれども、でクラフトとかアップグレードで武器防具を強化するシステム、こういうのもあるみたいです。だいろんなレアなアイテム、強いボスを倒してレアなアイテム、レアな素材取って、で武器を強化してまた強い武器に挑んでいくとか、なんかそういうことができるのかなって感じですよね。で味方の NPC の軍隊とか、これとかとも共闘する、自分はドラゴンに乗って空から援護しつつ味方の軍隊をその敵の城に攻め込ませるとか、なんかそういう感じを私は想像してるんだけれども、そういうのがあるみたいです。でドラゴンで大空を飛び回って町とか城、まあ、敵だと主に敵のものだと思うんだけれども、それを自由に襲撃していいということみたいで、まあ、味方のところも襲撃していいのか分かんないけれども、それによってダークヒーローになるのかあれなんね、勇者になるのか分かんないけれども、ちょっとその辺はまだはっきりしてないんですけれどもね。とにかくドラゴンでその敵の軍隊とか味方の軍隊とかは知らないけど、とにかく自由に襲撃していいというシステムを取りたいみたいな感じには書いてありますね。いやこれはね面白いなと思いますね。私はねドラッグオンドラグーンの1、これがすごい衝撃で大好きで、なんか無双する感じのゲームだったんだよね。ドラゴンに乗って敵の大量の大軍のアーミー軍隊をその自分の武器とかで蹴散らしながら、ドラゴンでももうなんか炎で蹴散らしていくみたいな、なんかそんな感じなんだよね。でボス戦は1対1だけどかなり死にゲーみたいな、なんかそんな感じのところがあった記憶が、もうちょっとずっと前だから覚えてないんだけどもね。で個人的に最後に気になる点をね紹介して終わりにしたいなと思うんですけども、まず三人称視点、これがいいなと思って、 FPS やっぱインディーズゲームはねグラフィックとかの問題もあるのか、アニメーションの作る問題とかもあるのか、 FPS になりがちなんだけど、これをゲームは TPS でしっかり作り込もうっていう感じがあるので、私は TPS も FPS も好きなんだけども、 TPS は大好きなんで TPS いいかなと思います。特にドラゴンに乗るって言ったらやっぱりこうやってね颯爽と飛んでるドラゴンが見たいじゃんみたいな感じがありますからね、 TPS 視点っていうのはいいんじゃないかなって思いますね。でドラゴンが優雅ですよね。アニメーションがすごくね愛を感じますねすごいなと思って、滑らかだよね。こんなどうやって個人で作るんだろうってちょっと不思議なぐらい、本当このゲームは完成させてほしいなっていうか、ぜひねサポートさせてほしいなと思うんですけれどもね、まあ、残念ながら日本語わかんない日本語わかんないらしいからね、まあ、でも私英語わかるからみたいな感じなんだけど、でやっぱりみんなが言ってる通り世界の描写が綺麗ですよね。すごくグラフィックとか、あと教会とかさ街とか洞窟もそうなんだけど、すごく綺麗だなと思って、これも個人でどうやって作るんだろうってぐらいだけれども、質感とかいいですよね。とかで戦闘のアクション、これが結構豊富で滑らかだなというのは注目したいなと思います。個人でね作ってるっていうから、やっぱ攻撃防御それしかないのかな、あとスキル必殺技1個みたいな、なんかそんな感じかなとかちょっと思ったんだけど、すごくね滑らかに、敵のボスもなんか回転剣舞みたいなやってたりしてたんで、これは結構面白そうだなと思って、全部今言った全部を一人で作るっていうのがどうやるんだろうって、本当そこの方がねなんか興味深いなと思うんですけども、とにかくこの開発者の方はそれができる人ということですよね。すごいなと思うんだけれども、で公開からこれ3ヶ月だからね3ヶ月、1週間に1ボスの勢いで作ったり、なんか1週間に1つなんかすごい大きい竜のドラゴンの炎のアクションとか、なんかそういうの作ったりとかしてるみたいなんで、まあこのままね完成までクオリティを高めていったらかなり期待できる作品じゃないかなと思いますけれども、皆さんはどう思いますかということでね、コメント欄でよかったら教えてください。それじゃあね今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また何かね開発状況で進展とかありましたらねお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかもよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きドラゴンライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。